さがめに、問題発生。パスカルの、憂鬱。私は、あんたのかませ犬じゃないぞ。前回の、あらすじ。今まで、オスだと思われていた、クサガメのパスカル。シャクちゃんのクイズを経て、メスだということがわかりました。その後、シャクちゃんと、カメ太郎の喧嘩によって、変な展開に。シャクちゃんは、パスカルのことで相談があったようですが、結局、話すことはできませんでした。シャクちゃんの話したかったことは、何だったんでしょうね。こんにちは、カメ太郎です。こんにちは、シャキです。前回の動画でさ、パスカルが、メスだっていう、事実が判明したでしょ。本当は、それ以外にも、パスカルのことで話したいことがあったのよ。そうだったんだ。それなのに、あんな変な展開になってしまって。シャキは、あんたの、かませ犬じゃないぞ。なんだよ、怖いなら、今日は、平和に行こうよ。もしかして、なんか企んでる？企んでないよ、平和にね。はははは。で、パスカルの話って、何なの？さっきから流れている、この動画は、みんなの、ご飯中の様子なの。ずっと雨だからさ、リビングの窓から、餌を投げ入れたんだよね。みんなで、仲良くご飯を食べてて、良い感じだね。そうでしょ、良い感じでしょ。じゃあ、何の話があるの？パスカルがさ、悩んでいるんだよ。ちょっと、見ててよ。一生懸命に食べてるだけじゃん。パスカルに悩みなんてないんじゃないの？もう少しだから、黙って見てて。何？この曲？だから、黙っててよ。わあ、急に怒り出したよ。パスカル、逃げろ。なんで、こんなに怒ってるの？シャキも、わかんないのよ。別の日。この日も、怒り出すの？そうなのよ、見てて。今、噛みつこうとしたよ。パスカル、逃げろ。噛みつこうとしたね。今のは噛みついたでしょ。また別の日。またやられちゃうの？だいたい 2,3 日に1回くらい追いかけっこしてるのよ。なんでこんなに怒ってるのかな。パスカル気づいてないんじゃない？後ろ。やばい、やばい、尻尾が。なんなんだよ。ドキドキしちゃったじゃん。2匹とも、落ちちゃったじゃん。わけわかんないよ。どうしようか。さっきも言ったけど、あんな感じで、2,3 日に1回くらい、追いかけっこしてるのよ。何なんだろうね。今まではオスだと思っていたから、オス同士で喧嘩してるのかなって思ってたよ。けどさ、パスカルが女の子だったでしょ。だからさ、かわいそうに思ってきてさ。うん、オスとメスとじゃ感じ方が違うよね。シャキもさ、前回の動画でぶっ飛ばされたでしょ。だから気持ちがわかるような気がしてさ、オス同士でやるのとメスがオスにやられるのは違うよ。ほら見て、悲しそうな目で、空を見てるよ。パスカルは、シャキと一緒で、いつもオスにやられてるんだよ。あんた、オスなんだから、ランディの気持ちがわかるんじゃない？わかんないよ。それに、
いつもやられてるのは俺の方なんだけど。ちょっと聞こえないな。ねえマスカル、ランディになんか言ってやりなよ。私はあんたのかませ犬じゃないぞ。そうよ、シャキも同じこと思っていたのよ。カメ太郎、シャキはあんたのかませ犬じゃないぞ。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 やめてくれ。俺が悪かったよ。頭がおかしくなりそうだよ。だいたいパスカルがランディにやられてるのが問題だという話だったのに、なんで俺が責め立てられてるのかわかんないよ。じゃあパスカルのためになんとかしなさいよ。いきなり言われても何にも思いつかないよ。けど一緒に並んで日光浴してる時もあるよね。日光浴の時はなぜか怒り出さないのよ。じゃあもう少し様子を見るってことでいいんじゃない。なんか適当だよね。だって本当にどうすればよいか思いつかない。どちらかを隔離するくらいしか思いつかないんだよ。けど隔離するのは嫌なんだよね。みんなこの池の仲間だと思っているからさ。じゃあどうするのよ。結局パスカルとランディはそのまま様子を見ることになりました。パスカルは水亀なので水の中にいることが多いのですが、ランディは箱亀なので陸地にいることが多いのです。そもそも顔を合わすことは少ないのです。それにこんな感じで仲良く日光浴していることもあります。このまま様子を見て大きな問題が起こるようであればまた検討したいと思います。亀太郎も言ってたけど、みんな一緒にこの池で暮らすのが理想だもんね。うちではこのような結論になりましたが、もしなんかいい案があればまたコメントにて教えてくださいね。かませ犬とは本来は刀剣用語であり、若い刀剣に自信をつけさせるためにかませる犬のことを指します。そこから転じてスポーツなどでメンバーに自信をつけさせるための実力の劣る対戦相手、漫画等の表現方法でキャラクターなどの実力を読者視聴者に見せるためのやられ役という意味で使用されている言葉です。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ブログやっています。遊びに来てね。これからもよろしくお願いします。